モーリス3区で一番出世してるのはピクシーナイトですが、このピクシーナイトを超えていくかもしれない馬の話していいですか。モーリス3区のいいところ、それはね、やっぱりちょっと地味な反面長くいい足を使う、そしてやもすると引っかかって手に負えないぐらいの圧倒的な闘争本能ですよね。正直エフフォーリア、オーソクレースよりこの馬の方を期待してる自分がいるんですよ。それぐらい夏からずっと期待していた馬なんです。頼むぜルメール、今日勝ってくんなかったらいつ勝つんだよ。この馬だけは頼むよ、クラシックに送り込んでくれ。アメリカって Hey Tony What's happening? Tony What's happening? こんにちは、モスマンです。若竹賞です。今週は1月24日若竹賞です。まあ3歳の一勝馬のレースですけども、このレースでこんだけテンション上がってるのはなかなかいないと思う。で、僕はもうテンション爆上げです。なぜかゾーディアクサインがね、このレースで年明け初戦を迎えます。ゾディアクサインじゃなんぞやっていう方はね、まあネット競馬 .com 見ていただければわかりますが、これおい、僕がね、まあ、オールクラシックで活躍してほしいというか、まあ、この辺が来るんじゃないかってね、こう、ツイッターで予想したオリジナルファイブの馬たち。まあ、共同通信杯に行く予定のエフフォーリアとか、ちょっと肺出血で、厳しくなっちゃったブエナベントゥーラとか、あるいはね、ホープル2着のオーソクレース入ってるんですよ。で、この前、残念ながらちょっと沈んじゃったダディーズビビットとかね、結構早めにデビューした馬たちピックしてるんですけど、その中でね、ゾディアクサインは僕は目尻期待してるんですよ、実はね。実はね、エフフォーリアよりも、オーソクレースよりもこの馬気になってるんですよ。じゃあもう理由は一つですね。モーリスの子だから。うん。エフフォーとオーソクレースはエピファでしょ。エピファもエピファなんだけども、やっぱモーリスなんだよね。なぜか。それはもう簡単よ。グラスワンダーの子孫だからだよね。ということで、今日は、このゾディアクサインっていう、まあ、そんなに騒ぐほどの馬なんけっていうのと、まあ、モーリス3区についてちょこっとお話しさせてもらおうかなっていうね。一人だけ若竹賞ではしゃいでいるモスマンです。今ね、若竹賞の、出馬表を見ましたら、ルメール騎手でエントリーしていますね、確実にね。前売り 1.7 倍かなんかでゴリゴリの一番人気ですね。よかった。うん。ここでなんか2番人気とかだとなんか調教が良くないとか、あるいは他にエントリーしてる馬でまさかゾディアクさんよりも素質を感じさせる馬がいるとかね、なっちゃうけど、まあ単勝1倍台なんで、正直ここは突破してほしい。うん。こんなね、親父ギャグをね吹き飛ばす勢いで勝ってほしいですね。で、本当にね、どういう勝ち方するかってところにちょっと注目するぐらい、ここは勝つだろって思ってますよ。で、ゾーディアクサインは、まあ、ボケもね、エアグルーヴのボケだし、競争族のね、決闘ですから、本当、ちょっと楽しみなんですよね。モーリスの今年のデビュー組でね、結構、いい線いけるんじゃないかと。ただシルクではね、一口8万円の募集で、まあ、そんなに高額な募集場ではないみたいだけども、んでもいいよ、よかったよ。何がよかったか、ゾーディアックのね、どこが良くて僕はこんな騒いでるのかっていうと、僕はこのゾーディアックサインがデビュー戦でね、ピンクカメハメハの4馬身差の2着に敗れた時から、この馬のことちょっと言ってるんだよね、実は。なんですよ。ピンカメはピンカメで取り上げましたが、まあ、リオンディーズの子だしね、その、まあ、田畑東証との間で、なんか20歳ぐらい、まあ、年齢が離れてるというか話題になりましたよね。ただね、あの日の新馬戦、負けたんですが、負け方にね、迫力があってね、まあね、すごい。もう、シン・ゴジラかお前はっちゅうぐらいのかかり方よ。かかり狂うちゃ、まさにあのこと。口割ってルメール騎士がもう無理やこいつって言って、もう追っ放してお前なんかもう行けってボーンって行かしてるんです。最初は折り合いをつけようと思って、あの手この手でルメール騎士がね、ナンバーワンジョッキーがいろいろ試みてるんですよ、多分ね、向こう上面で。で、途中で諦めるんです。無理やわこいつは、あかん、もう行けって。これ以上やっても喧嘩してガーともなるから、まあなったけどね、ガーもうこの状態でさらにかかってももうあかんちポーンって生かして、
結局3コーナー手前ぐらいでもピンカメに並んでいくような感じのかなりちぐはぐな競馬になって、このデタラメな競馬でまあ踏ん張ったらすごいだろうなと思ってたら、普通ならズブズブ沈んでいってもう最高ね、もう最下位入選ぐらいの勢いですよ。それがね2着粘って3着との間も少し着差あったかな、こいつやるなと思ってね、負けたんですけど、こんだけ引っかかってルメールからもう手放されて、お前なんか知らん、もう行けっつってね、ルメールにお仕置きで放置プレイされて、うん、それでもね2着に粘ったのはこいつ見どころのあるやつと思ってね、悪ガキは悪ガキでもちょっと突き抜けた悪ガキやなって思ったんですよ。そこでずっとねちょっとこうゾディアクサインのこと言ってて、でも正直心臓バクバクでしたよ。何しろ言ってるけど未勝利だから期待してんですよこの馬っつって、そのまんま未勝利のまんま地方行っちゃったらどうしようとかすーげードキドキでしたけど、まあ勝ってくれて 2000m の未勝利勝ってくれて、ここが2ヶ月ぶりのぐらいの競馬です。なんでね状態はまあ 100% ではないと思いますよ。ここ使って勝ってしっかりなんですかね、ここを使ってだとトライアルやっぱ弥生賞とか、まあ美穂の馬だし、スプリングステークスとかね、まあいろいろありますが、ここを勝たないと始まらない、うん、でもここはいけるんじゃないかって気はしてるです。ゾーディアクサインのいいところはね、やっぱ長くいい足を使えるところじゃないですかね。モーリスも子だしね、ビュッて切れる足はおそらくない。ただ、ロングスパートかけてね、末広女王のこのなんだっけ、末広コマンダーだっけね、3コーナー手前からアンカツジョッキーで仕掛けていって超ロングスパートで勝った金庫賞とか覚えてる人います？あの金庫賞なかなかすごかったねっていう感じよ。超ロングスパート、まあ最近で言うとレイデオロの日本ダービーとか、あとスワーブリチャードの大阪杯もそうっすよね。デムール騎手とかルメール騎手がスローペース嫌ってもう途中から生かしちゃうとね、生かしても生き切るだけの能力があるからできる、まあ、戦術ですけど、まあゾディアックはなんかねそんな感じもする。正直言ってこう最初はこう足ためてるんだけど、3コーナー手前から大外まくり切ってるロングスパートとかね、そんな感じの脚質かもしれないし、それをやりきるだけの能力がある馬であってほしいねっていう感じよ。まあちょっとわーっと喋ったんですけど、まあ僕はモーリス好きです。理由はやっぱさっき申し上げた通り、これグラスワンダーの子孫だからです。はい、もうグラスワンダー大好きです。でモーリス3区ね、たくさん球数はね本当に豊富で、ストレント3区すごいたくさんいますよ。で現状一番出世してんのってこの前の新山記念勝ったピクシーナイトだと思うんですよね。であれワンツーですよね。2着もルークズネクスト、うん、で福永騎手が G1 級っていうことをね言ってるんですよね。この福永騎手が言うとやっぱりちょっとおっと思っちゃいますよね、なんやかんや言ってね。でただまあ次のレースでその G1 取れる G1 のまあ距離が1002あたりなのか1006なのか2000まで持つのか、それが決まると次のレースでどう出るかだねっていうようなコメントでしたよね。なんですがどうでしょうね、ピクシーナイト皐月賞のゲート入るでしょうかねっていうのも、まあすごい短絡的な思考でお恥ずかしいんですけど、母父キングヘルじゃないですか。福永騎手も令和の時代にキングヘイローの血をね持つ馬に乗るのも、まあ、感慨深いかもしれないですね、いろんな意味でね、うん。まあ、キングヘイローは千人のね高松の宮記念勝った馬です。吉富騎手で勝ったのか、ね、でその前見たら桜爆心王だしね、ちょっとボケかかってる脂肪は少し短めっていうのが本当に単純に距離持つんかなっていう、もうそんだけの理由ですね。体つきがどうとか気性がどうとか一切知らないです現状。まだそこまでチェックしてないけど、まあ、ちょっと代々かかってる守護馬が少し短めかなっていう感じで2000持つんかなっていう気がしてる。に対してゾーディアックは 2000m の未勝利戦で、2000は間違いなくいけるっていうそういう競馬してるから、あーモーリス3区でもし全てがうまくいって皐月賞に駒を進めるモーリスの子がいるとしてね、もしかしたらピクシーナイトは皐月賞向かわないかもしれない。そうなった時に、まあ、ゾーディアックがもしかしたら唯一一頭かもしれない、うん、カイザーノバとかねモーリスの子で初期で活躍した子いますが、どうでしょうね 2000m の皐月賞でちょっと色気が持てるような馬っていうとやっぱりなかなか難しいですねっていう感じで、ついでにキングヘローの話、やっぱキングヘローというと福永騎手ね、日本ダービーで持っていかれて、大敗したのがついこの間のようですよ。本当ね、
あれはスペシャルウィークとかセイウンスカイと同じ年代で、あの年のダービーですね、豊ジョッキーがダービー初制覇した時の日本ダービーで、福永騎手が多分19歳かなんかでダービー初騎乗かな、うん、キングヘイロースタートして先手取ろうと思ってこうちょっとハミかけて前行こうと思ったら、確かキングヘイローががっちりハミ取っちゃってハミ離さなくてそのまんま持ってかれちゃったんでしたね、確かね、セイウンスカイよりも前行ったんじゃなかったですかね。ほで3コーナー手前でハッと我に返った時にもう手応え全然なくて、もう背中に本当に嫌な汗かいたと、やっでもだーっていう感覚を初めて味わったみたいなこと、確かね福永騎手が振り返ってたのを覚えてますよ。この大舞台で3コーナー手前でもう手応えがないっていう時の人気馬に乗ってるジョッキーの気持ちってどんなんなんですかね。さーって血の気引くんですかねっていう、まあそういう福永騎手にとっては、あ、初重賞制覇もこの馬かな、でダービー初大敗もこの馬かなっていうね、あのいろんな意味で思い出深いこのキングヘイローがハーチチのピクシーナイトが、まあ、今のところモーリスの出世頭です。ただ僕はゾーディアクサイン若竹賞を本当にいい勝ち方できれば、ああ皐月賞のモーリス3区の1番手って胸張って言いたいんだけどね、本当若竹賞次第です。はい、そんなとこ、もうそんだけ、もうとにもゾーディアクサインっていう馬をこんだけ期待してるんで、ぜひ皆さん若竹賞ちょっと見てちょっていうだけの内容ですね。最後にね、おまけ、ゾーディアクサインはこのゾーディアクって発音が結構気に入ってんですよね。あの O じゃないですか、 ZO でしょ、ゾーディアクですよ。あのイギリス発音だと O サウンドはオーだからロンドンとかね、オーリンピックみたいにオーって音を丸く出すんですよね。だけどアメリカはオーの音はアーだからザディアックになりますね。ザディアックサインとかいうね、こうベタっとした英語になるんですよね、カリフォルニアの方に行けば行くほどね。だけどまあオーストラリアの人とか、ニュージーランドの人とか、まあ本場のねグレートブリテンとの人はゾーディアックサインって発音するわけなんですけど、昔ね牧場にいた時にね、アイルランドから来てた女の子が出稼ぎで、っていうのははっきり言って出稼ぎなんですよ。あの国で仕事ないんですよ、冗談抜きで、もうあの経済悪くて、でワーホリビザ使ってもう集団スパイって言ったらもうちょっと申し訳ないけど、あの本国の牧場とか本国の厩舎で仕事なくてあぶれて、まあ正直来てたら大量にアイリッシュ来てたんですよ。そのうちの一人の子でね、あのゴリゴリに訛っててね、でトニーっているじゃないですかね、 T-O-N-Y トニーでしょ、やっぱあれもねトーニーなんですよね。でアメリカ英語だとタニーですよ。だからジャニーズエンターテインメントがね、ジョニーって書いてジャニーみたいな、アメリカ英語はジャーになるけどトーニーって言うんですよ。その子がトニーのことトーニー What are you doing って言うんですよ。むちゃくちゃなまってて、アイリッシュの中でも相当強烈だなと思ってね、この子とはほとんど会話成立しなかったですけど、ある日この子もね、トーニー、What's happening? って言ったんですよ。あーと思って、何言ってんのと思ったらね、What's happening? って言ってるんですよ。ね、何が起きたのってね、どうしたのですよ。アメリカって、Hey, Tony, What's happening? トーニー、What's happening? それね、もう英語にしてもケルト語にしても、もう全然もうそれ標準の発音からはかけ離れてるからねと思って、まあすっごい名前の子いてね、この O のサウンドには結構なんていうか苦い思い出もありますよ。本当にトーニー What's happening? っていうケルト人の女の子、アイリッシュの女の子ね、だからその子にかかるとゾーディアクサインみたいな感じでとんでもねえ名前になるかもしれないですね。僕はザディアクサインっていう発音よりはゾーディアクサインの方が好きなんでね、ゾーディアクサインでいきます。以上です。脱線しまくって申し訳ありません。今週はあとまあ、AJCC のねリアクション動画を出そうと思ってるんで、よかったらお付き合いください。最後までご視聴いただきまして、バカみたいな動画にお付き合いいただきまして本当にありがとうございます。よかったら次の動画も見ていただければ幸いです。じゃあね。